2023年7月すすきののホテルの一室で頭部のない男性の遺体が発見されるという猟奇的な事件が発生しました。犯人とみられる人物がホテルの監視カメラに映し出されていたため、犯人逮捕はそれほど時間がかからないだろうと思われていましたが、犯人の足取りはなかなかつかめませんでした。そんな時こそ霊視の出番。被害者の浦仁志さんを霊視した。はじめは自分の死後の名誉に関わるとの一点張りで何も答えてくれなかった。秘密は守ります、この俺との誓いで部分的に教えてくれた。まず犯人は若い男、女装趣味仲間としてネットで知り合った。恋愛対象ではない。難事件は霊能力で解決に導かれるはず。果たして逮捕された犯人とは。事件を簡単におさらいしますと、7月1日、すすきののディスコで開かれましたイベントに参加されていました浦仁志氏が女装姿で近くのホテルに入室、翌2日に浴室内で首を切断された残骸で見つかりました。北海道警捜査一課は札幌中央署に捜査本部を設置しました。司法解剖の結果、浦仁志氏の死因は刺し傷に基づく失血死でした。首は殺害後に切断、持ち去られたと見られています。この際、浦仁志と一緒に入室しており、一人で先に退室しましたのが、札幌市の無職、田村瑠奈容疑者29歳で、捜査本部は同24日、父親の修容疑者59歳と共に逮捕し、さらには翌25日には母親の浩子容疑者60歳も逮捕し、自宅の家宅捜索で男性の頭部が見つかりました。死に関わりましたのは、浦仁志とホテルに入室しました瑠奈容疑者と見られていますが、修容疑者が事前に娘と一緒に量販店でノコギリなどを購入していましたことが分かっており、犯行計画に関与していますのは濃厚です。一連の経緯につきましては、ひろこ容疑者も熟知しており、犯行は3人家族の共同作業でしたことが判明しています。そんな中、これが動機ではないかというものが出てきました。事件の発端は、女装愛好家の浦仁志氏が女性を装って瑠奈容疑者29歳に近づいたことだったと見られています。浦仁志が殺害されている以上、立証しますのは困難ですが、瑠奈容疑者側の視点に立ちますと、女と思っていました浦仁志に騙されてホテルで的行為を受けましたことから、このリベンジ復讐劇が始まりました可能性が高いのです。的行為につきまして、一家は警察に捜査を任せることはなく、両親が男性に娘に二度と近づくなと警告、一度は納得させたはずだったのですが、男性が再び接触を図ってきたため、田村一家が男性を刺した理由はこういうことと見られています。修容疑者の父であり瑠奈容疑者の祖父がそういった趣旨のことを証言しました。瑠奈は結婚もしたことないし、男が大嫌いなんさ、私が知る限り家族以外の男に気を許しているのを見たことがないからな、そういう特殊な性格を持った子なんだ、そうだよ瑠奈は襲われてるんだよ、相手が女の格好をしてたから瑠奈は女だと思ってたの、それで二人でいいところあるから行こうって言われてラブホテルに入った途端に相手は男になったわけさ、出会ったのはカラオケなのかディスコなのか、そういうところだと聞いています、と祖父は不動抵抗がいつの出来事かについては聞いていませんでしたが、修容疑者とその妻が A さんと話し合った末決着がついたと聞いていたといいます。俺は二人になんでその時に警察に言わなかったんだと厳しく言ったんだけど、本人がもうやらん、二度と姿を現さんって言うから表に出さず自分たちで決着つけたと、修も奥さんもそれで安心してたんだろうと話しました。しかし A さんはこの約束を保護にしまして、瑠奈容疑者に再び連絡を取ってきたと言います。祖父が続けます。今回瑠奈が会いに行ったのは正直つもりだったんだと思う、修と奥さんが被害者に話をつけて二度と現れないと言ったのに現れたから襲ったこと自体はそれは許せない、決定するのは別問題だろと、祖父が瑠奈容疑者も含め息子一家と最後に顔を合わせたのは3年前で、不動意向も含めました一連の顛末を聞きましたのは逮捕当日の7月24日のことだったということです。田村瑠奈容疑者を感想枠で見るです。この写真しかありません。祖父の話では異性との関係が全くなかったというお話でしたが、この写真ではそんな感じには見えないんですよね。とにかく行きましょう。顔型は女性ですから平相ですが、頬骨や顎、エラあたりはしっかりと張っておられますから、自己顕示欲や自分の主張などがはっきりしているタイプ、あとはまあわがままと見るのが自然ですね。次に行きますが、額はきつそうです。生え際も全部見えているわけではないんですが、産毛がぼやっとしているように見えるので、女の子だったら緩いと判断しますね。他部分も一緒に見るんですが、穏やか、いい加減というよりは、合わせ読みますと緩いというのが最もしっくりきます。眉は女性ですから、ロマンチストと読むのが最もポピュラーですね。
他は無双か夢見がちという言い方になります。電卓は B マイナス、陰道の離れはよし、三根はちょっとマイナス、中低レイアウト全体ですとそこまで悪くはないですが、目は少し三白眼が入っており、しつこさと意地汚いと読むのがいいですね。眉から類道までの高さがぐっと狭い顔ですから、短期切れやすいというのも追加してもいいでしょう。鼻は平層です。良くもなく悪くもないですね。人中はまあよし、ほうれい線マイナス、頬骨は出ていますので自意識過剰です。口元は開けているところが見えないのですが、喫相よりですね、人のことを考えられるとリーディングするのが良いでしょう。はい、ということで瑠奈容疑者を全体的に見ますと、わがままで言うことを聞かない、言い出したらキリがない女性で、ずっと根に持つタイプですから、正直友達や恋人にはおすすめできないという鑑定でいいのではないでしょうか。田村修容疑者を感想枠で見るです。顔型は男性ですから、バチバチの大吉相でございます。男だったらこれ以上ないくらいに良しと草書でも書かれていますし、そこは確かにそうでしょう。仕事お金もバッチリですね。額も細かい紋などは入っているかもしれませんが、この写真ではそこまで見れませんので、吉相。生え際は M 字ですから、ボスリーダータイプですが、他の部分と合わせを見ますと頼れる上司という読み方になりますので、全く悪くありません。続いて中低に移ります。どの写真も眼鏡越しになりますので、ちょっと難解です。眉からいきますが、欲深いタイプですね。物欲や性欲など、しかしそれによって成功する方も多いので吉居は言えません。度が過ぎますとマイナスリーディングになってしまいますので、ここのみ単独で見るのではなく、他パーツを一緒に合わせ読まなければいけません。陰道三根はどの写真でも見づらいのですが、おそらくは平層で強にはなりません。電卓もちょうど良い高さで厚みもいいでしょう。目は突き詰めるタイプ、研究職や職人型で一つのことに集中できますから、医者としても評価が高かったのではないでしょうか。眼鏡で隠れてはいますが、画算類道最小あたりもこの年齢にしてはいいです。鼻も吉相で金運なども良しと見ます。人中はこの写真で見ると強、ほうれい線は B マイナスで、口元はちょっとだけマイナス、くどくど小言を言うタイプで、女っぽいと評されるパターンだと思われます。ということで、このような猟奇事件の犯人ですから、この写真が出た時は Twitter などで目がサイコっぽいとか書かれていましたが、メンソをずっと見てきました僕から言いますと、むしろ吉相寄りで、俗に言いますこんなことをするように見えないという表現がまさにぴったり当てはまる顔のレイアウトとパーツとしか言えません。なぜこんな事件を起こしたのかの動機はもはや 99% 一つしかなく、娘の復讐です。娘の復讐に加担した、それしかないでしょう。浦仁志を感想枠で見るです。浦仁志の年齢は62歳で、北海道恵庭市に住む会社員でした。また事件のありました札幌市までは車で移動していたようです。距離は30キロ離れていて、恵庭市から札幌市までは車で1時間かかるようでして、浦仁志は家族に行き先は告げず、一人で札幌まで車で移動し、瑠奈容疑者と待ち合わせをしてからホテルに入っていたようです。移動する際に乗っておりました浦仁志の自動車は4日に札幌市中央区内の駐車場で発見されています。また家族は奥様と子供さんがいているという情報がネット上には出回っています。どうやらこの画像が女装している時としていない時の顔写真らしいのですが、左の画像は正面を向いていませんしね。ですからこの写真も見つつ、はい、こちらをメインにした方が分かりやすいのでそうしましょう。ではいつものように顔型から見ていきます。男性ですので顔型は良し、吉相ですね。おでこは平層、普通という意味です。生え際は見えていないのでパスしましょう。髪型はウィッグっぽいですから、その部分も見えません。はい、でも浦仁志は中低部分は読みやすいですね。眉から見ていきましょう。眉は元眉を宣伝しますが、吉居合わせ持ちで小心者、気が小さい、またはずる賢さを兼ねています。そして陰道や三根はかなり広めですので、モラルと道徳心の欠如と見ます。電卓は狭いですから、この部分も強です。パーツとレイアウトはすごく良くないと言わざるを得ません。目は通常と変わった考え方を持つ、また先ほどの眉毛の部分と同じでずるさもよく見えます。経験上こういったタイプはうまく人を操ったりするのが上手ですから、卑怯という言い方をされることも多いですね。ですからこの中低部分は大きく競争です。ちなみに魚尾の門や最小も良くないです。鼻は男性ですから悪くないですね。ただプライドなどは高いというのはあります。頬骨や顎などは男性ですから、そこまで強読み取りにはなりません。人中は B マイナス、ほうれい線は普通、耳は平層ですね。口はなかなかうまいので人間関係を作るのは上手ですが、思っていないこともホイホイ言ってしまうので根っから信用はできないタイプです。全体的に浦仁志を見ますと、ずるさや卑怯さ、人間としてうまく生きていくタイプで、道徳心などがないですから、狡猾と表現するのが一番わかりやすいかもしれませんね。男性ですが、確かにこの格好でしたら普通に女性に見えるでしょう。週刊誌にも書いてありました通り、女性のふりをして女の子を誘うというのは確かにそうだったのでしょう。お昼の交友関係の人たちに女装かともちゃん、ともちんを隠し通せるのはそういった点からかもしれませんね。
現在浦仁志と田村瑠奈容疑者の関係性は特定できていませんが、浦仁志、田村瑠奈容疑者ともに裏の顔があったようですので、そこを話していきましょう。今回の事件の加害者と被害者の立場にあります田村瑠奈容疑者と浦仁志ですが、ネット上を調べてみますと2人ともに普段と別の顔を持っていたようです。まずは田村瑠奈容疑者ですが、瑠奈容疑者は家族には男性が苦手で、男性と付き合ったりすることなど一切ないというように家族には不意調していたようですが、どうもそれは両親や祖父に対します見せかけで、出会い系サイトやパパ活をしていたのではという情報も広まっています。どこまでが真実なのかは分かりませんが、父親母親ともに瑠奈容疑者の話を全て鵜呑みにする傾向はあったのではないかと考えられます。感想学での写真は田村瑠奈容疑者が小学生の時の画像で、確実性には欠けましたが、僕の見立てとしましては男性が大嫌い、男性不信というのは言い過ぎ、作っているキャラではないかと考えています。もし瑠奈容疑者がガチで男性嫌いの引きこもりでしたら、そもそも浦仁志に出会うことすらなかったはずです。出会ったきっかけはクラブという情報も出ていますし、そもそもヒッキーな男嫌いの人間がそんな場所に出入りするはずもなく、浦仁志と知り合うこともなかったでしょう。ですので、その男嫌いキャラ設定は家族に向けてのフェイクの線が強いです。そして浦仁志の方も同じで、お昼の浦仁志の周囲からの評判は決して悪いものではありません。浦仁志について知人によります証言では、町内会の役員を務めたり、近隣住民から頼られている、周囲から慕われた存在、年に比べて若く見える、そのような点からなぜ今回の事件に巻き込まれてしまったのかわからないというものでした。しかし浦仁志は別の顔があることは知られています。それは女装家のともちゃんともちんという夜の姿です。こちらは先ほどの瑠奈容疑者の予測と違い 100% 確実で、ダンスイベントなどに参加したり、札幌すすきのの夜の街ではそこそこ有名だったと言われています。またお昼の顔とは真逆で、女装家ともちゃんともちんの評判は最悪で、女性のふりをしながら女の人にセクハラまがいなことをして、多数のお店を出禁にされていたことは正確な情報のようです。おそらくはこのともちゃんともちんという夜の姿を浦仁志として接している会社の人や家族は一切知らなかったのではないでしょうか。はい、1本目の動画制作時の情報では、無理やり襲われた末の復讐としか言えませんでした。親族からの話などで瑠奈容疑者の様子などをそう話されていましたから、その情報を信じるしかありませんでしたからね。しかしいろいろと分かってきますと、どうやら話は全く違ってきそうです。日テレニュース様の記事を引用させていただきます。初めて会った日の映像化、ダンスクラブで抱き合う瑠奈容疑者と被害男性、すすきの頭部切断というタイトルでございます。先月札幌すすきののホテルで起きました頭部切断事件で、新たな映像が確認されました。カメラが捉えていましたのは、田村瑠奈容疑者と浦仁志が初めて会ったと見られる当日の映像です。ちょっとその映像を見ていただきましょう。こちら、はい、今の映像ですね。札幌すすきののダンスクラブの1階部分に2人の姿はありました。ライトに照らされるたび笑顔を見せていましたのは、逮捕されました田村瑠奈容疑者29歳ご本人でございます。その瑠奈容疑者が首に手を回しておりますのは、被害に遭いました浦仁志62歳です。まるでカップルのように抱き合い、男性に顔を近づけ、瑠奈容疑者は話しかけています。浦仁志はそんな瑠奈容疑者の頭を撫でておりました。映像が撮影されましたのは今年の5月下旬、事件が起きる約1ヶ月前のことでした。瑠奈容疑者は浦仁志との間にトラブルがあったといいます。2人が出会いましたきっかけと見られていますのが、映像が撮影されましたダンスクラブです。捜査関係者によりますと、映像は2人が初めて会った日のものと見られています。浦仁志はダンスクラブが好きだったといいます。関係者は次のように証言します。浦仁志は気づいたらいてます、また来てる、自分は2週間に1回くらいは見ていました、フロアで踊っていました、ノリノリで、ディスコイベントでは有名な人と話しました。さらに別の関係者は、毎週末金曜日か土曜日どっちかに来ている、お酒を飲みつつ座っている女の子に声をかけ、瑠奈容疑者とも仲良くなったのでしょうか。瑠奈容疑者と浦仁志はクラブで会った後、一緒に外に出ていました。その後トラブルになったと見られていますと記者は語りました。ダンスクラブを出た後の2人に何があったのでしょうか。男性の頭部をホテルで切断し、自宅に持ち帰ったと見られます瑠奈容疑者ら3人、自宅の浴室で男性の頭部を撮影し、触っている様子が記録されました動画の存在も確認されています。
ダンスクラブで撮影されました2人の映像からは想像できません。猟奇的で残忍な事件です。警察は瑠奈容疑者がホテル内で男性を殺害しました殺人の疑いも視野に動機などを慎重に捜査しています。はいという記事でしたが、このダンスクラブの先ほどの映像が見つかったというのはかなり大きな物証です。これでいろいろと今までささやかれていました瑠奈容疑者の人間像がバレますからね。田村家の祖父が話していました。田村瑠奈容疑者が家族に思い込ませていたご自分のイメージです。両親や祖父の前ではいい子ちゃんのふりをしていたかったのでしょう。それはそう取り繕うことにより両親が喜び、ほい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 、何でも瑠奈容疑者の言うことを聞くような腸がつくほどのエンドレス過保護状態にしておきたかったから、ステディーぶって、清楚ぶって、清廉潔白、お嬢様田村瑠奈というキャラクターを作り上げてきたのでしょう。祖父を含めました田村家に娘瑠奈容疑者が思い込ませていましたのは男嫌いガチガチ引きこもりキャラでしたが、それがまあ総崩れです。そもそも引きこもりで男性が嫌いならば、あんなダンスクラブのイベントに足を運んだりしません。僕の相談者様のお子様にはガチで引きこもり系の方がおられましたが、あんな場所には行くことはありませんでしたからね。ここが行動を見る上で重要な1点目です。僕たちが思っているよりも大きなポイントですね。そしてあのラブラブ具合です。1本目の動画では女装家ともちゃんともちんこと浦仁志が騙して瑠奈容疑者を連れて行ったという情報でしたが、今回の映像をきちんと見ればもうお分かりですが、ガンガン言ってるのは浦仁志側ではなく瑠奈容疑者側なのは間違いありません。ぐいぐいと体を寄せる瑠奈容疑者に対してよしよしと頭を撫でている。口とは違い行動は嘘をつきません。しかもこれはカメラに撮られていることなど意識していませんから、瑠奈容疑者の本心での行動、ここも重要です。ここでまた田村家祖父が語っておりました証言、瑠奈は襲われてるんだよ、相手が女の格好をしてたから瑠奈は女だと思ってたの、それで2人でいいとこあるから行こうって言われてラブホテルに入った途端に相手は男になったわけさ、もう崩れましたね。浦仁志を見れば分かる通り、女の格好をしてるから女性と見間違える、一瞬見たとか10秒くらいの出会いならば中身が男と見抜けないかもしれませんが、これだけ近しい関係ですとラブホテルに行く前に女装をしている男性というのは絶対に理解できています。また女装家ともちゃんともちんは界隈で有名で、恋愛対象が女性であることも周知の事実でしたし、何より映像で迫っているのは瑠奈容疑者側ですから、祖父が話しているよりはもっともっと深い関係ですよね。もし首を落としました理由が縁婚説だとするのならば、瑠奈容疑者は真剣に好きだったということも大きく考えられます。むしろ映像に映っております、瑠奈容疑者の行動から読み取りますと、そう考える方が自然でしょう。浦仁志は亡くなっていますから、死人に口なしで本当に実際はどういう関係性だったのかが確実に判明されるかどうかは難しいでしょう。関係性は瑠奈容疑者がどう口にするかです。はい、というわけで当初言われておりました不同意抵抗での復讐という線はますます薄くなってきました。首を持ち帰った理由です。ガチの理由は瑠奈容疑者が真実を警察に暴露しなければわかりませんけども、新しい考察が今回の映像で出てきました。安倍貞パターンです。安倍貞は首ではなくパートナーの一物を切って持ち帰ったんですが、それは相手のことを好きすぎたため。ダンスクラブでの瑠奈容疑者は暗くて見づらいのですがガチ恋っぽい表情してるんですよね。なので憎さ余ってというものです。好きすぎるからこそ家で眺めておきたい。あくまでもどれもこれも考察の一つですから、完璧にこれだとは断言できませんが、どうも今回発見されましたクラブでの動画の一部始終、あれはどっからどう見ても瑠奈容疑者側が浦仁志氏に気があることだけはほぼほぼ確実な気がするんですけどね。続報、そして瑠奈容疑者が嘘をつかずに真実を警察に語ってくれることを切に願います。